先日の CB1300 スーパーフォアのインプレッションで予告した通り、タイヤを入れ替えて試乗しています。履き替えたタイヤなんですけれども、ミシュランの最新スポーツツーリングタイヤ、パイロットロード3です。で、空気圧は指定空気圧に正確に合わせてあります。まずこのタイヤ、履き替えてどのように乗り味が変わったかということなんですけれども、違うタイヤに履き替えた時特有の違和感はあまり感じずに、履き慣れたタイヤのようにすぐに馴染むことができるタイヤ、そういう印象が強いですね。まずこの高速道路乗るまでに市街地をかなりの距離走ってきたんですけれども、さらっとした乗り味、グリップ感、そういう印象が強かったように思います。交差点の例えば左折であったりとか、そういった時もですね、ぐにゅぐにゅとこうトレッド面のゴムがこうたわむような、そういう感触、ゴム感はですねあまり感じないですね。非常にこうさらっとして、なんとも乗りやすい、ナチュラルな、ハンドリング、そういったものを感じました。乗り心地はですねかなりこうソフトになったような気がします。細かいギャップを、非常によく吸収してくれて、ハンドルグリップに伝わってくる振動というのもかなり減ったなと、そういう印象があります。先日履いていたタイヤも走行距離わずか200キロということで、まあ、ほぼ新品タイヤ同士の比較ということになると思うんですけれども、明らかに乗り心地は向上しているなと、そういう気がします。ミシュランの最新技術が投入されたスポーツツーリングタイヤということで、まず最も大きな特徴なんですけれども、2コンパウンドテクノロジー、つまり1本のタイヤに2種類のコンパウンドを使い分けるという技術なんですけれども、フロントですけれどもセンターを中心に 60% ですね、この部分が耐摩耗性重視のコンパウンド、そしてサイド、ショルダーにかけてそれぞれ左右 20% ずつがグリップ重視のコンパウンドを採用しています。一方リアなんですけれども、タイヤトレッド面のセンター付近 20% が耐摩耗性重視のコンパウンド、そしてサイド、ショルダーにかけて左右 40% ずつがグリップ重視のコンパウンドということで、まあ、いずれにしてもミディアムからソフトにかけてのコンパウンドを使用しているということで、タイヤのトレッドのセンター付近が設置している状況でも、グリップ感自体は非常に高いなという印象がありますね。オートバイはですね、まあ、加減速した時も、グリップ感の不足というものは感じないですね。もう一つの特徴が X サイプテクノロジーという、非常にですね、まあ、タイヤのトレッド面に、細かいサイプ、溝というか切れ込みですね、それを設けてあるというのが、特徴になっています。まあ、最大の目的はレインコンディションでのグリップですね、それを目的としたものと、いうことなんですけれども、こうハンドルを切った時にこう接地面と、まあ、擦れてこうよじれようとする力が働くと思うんですけれども、細かいサイプがですねそういったゴム面のよじれを結構吸収してくれているような、そんな感触があります。まあ、いずれにしても低速走行や取り回しの時にハンドルが軽くなるというのも一つの特徴だと思います。高速道路上でのレーンチェンジでも、こうハンドルバーにつく打角がですね、まあ、標準タイヤよりもこうスパッとこう明確につくような、そういう印象があって、非常にこう、運転がこう軽やかになりますね。標準タイヤでのインプレッションの時は確か高速道路上でリアタイヤの存在感が大きいというようなことを言ったと思うんですけれども、このパイロットロード3に履き替えてから若干ですけれども、フロントタイヤのですね、まあ、存在感というのも少し増してきたかなというような気がします。まあ、例えばこういった、こうクイックにちょっと車線変更、ちょっとこう素早くこう車線変更したような時も非常にこう楽々とスパッと決まると、そういう感じがしますね。
ライダーそれぞれの乗り方、好みにもよると思うんですけれども、フロントタイヤの接地感というか存在感、そのあたりのフィーリングを重視しているライダーにとっては、このミシュランパイロットロード3のこの感触っていうのはなかなか美味しいんじゃないかなと、そんな気がします。 CB1300 スーパーフォアでワインディングを走り始めたんですけれども、このミシュランのパイロットロード3、ハンドリングが非常にこうナチュラルというか扱いやすいハンドリングですね。高速道路上ではなかなかそういうチャンスもないのでわからなかったんですけれども、例えばタイヤによっては一度寝かせてしまうと車体を起こすのに結構苦労してしまうような、そういう特性のタイヤもあるわけですけれども、このミシュランのパイロットロード3に関して言うとそういったことは一切ないですね。寝かすときはもうパタッと寝かすことができて、車体を起こすときはもうスッと車体を起こすことができる、非常にコントロール性のいいタイヤだなと、そういう印象を持ちました。まあ、高速道路上ではタイヤのトレッド面のセンター付近、対摩耗性重視のコンパウンドを、まあ、主に使って走ってたと思うんですけれども、さすがにですね、まあ、こういったワインディングになるとサイドのグリップ力重視のコンパウンドを使うことになるんですけれども、実際にこうしてフーリングペースで走ってる分には2種類のコンパウンドを使い分けてるというようなことは特に意識しないで済むかなと、それぐらいナチュラルなハンドリングというか、フィーリングだと思います。この CB1300 スーパーフォアが標準で採用していたタイヤも決して悪いタイヤではなくて、むしろ個人的には非常に好きなタイヤだったんですけれども、このミシュランのパイロットロード3に履き替えてからフロントの接地感がこう増しているということで、車体がバンクしている途中ですね、そういった時もこう非常にこうタイヤがよくこう路面を捉えているなというのがライダーに伝わってくるので、非常にこう安心感が持てる、そういうフィーリングになっていると思います。リアタイヤも同様ですね。さすがにこういったワインディングだとサイドのグリップ力重視のコンパウンドが設置するということで、倒した時にですね、やはり過度なパワーを与えなければという前提ですけれども、ハイグリップなピュアスポーツタイヤと比べても遜色ないぐらい、そう感じるぐらいですね、こう頼もしいグリップ力だなと感じます。 CB1300 スーパーフォアのまあ扱いやすいエンジンともですね、非常にこのタイヤの感触っていうのはマッチしている感じがします。実にこうワインディングが走りやすいなと、そういう気がします。ウェット性能向上のために設けられたこの細かいサイプ、多数のサイプですけれども、これはタイヤのメインのグルーブ、溝と、同じ深さまで刻まれているということなので、まあ、このタイヤ、ライフが終わるまでですね、このサイプが、基本的には消えることがないと、いう構造になっています。例えばツーリングではレインコンディションの中も走らなきゃいけないと、そういうことが多々あるわけですけれども、そういった時にタイプがですね、最後まで残っているというのは非常にこう頼もしいな、そういう気がします。今日はですね、非常に天気がいいのでレインコンディションでの性能っていうのはテストできないんですけれども、機会があれば、ぜひ試してみたいな、そういう気がします。今日私が乗っているこの CB1300 スーパーフォア、ホンダ独自のコンバインド ABS を搭載しているんですけれども、このコンバインド ABS との相性もバッチリという感じですね。コンバインド ABS のペダルを踏んだ時ですね、フロントタイヤが路面にこうがっちりと食いついていると、そのままこう減速に持ち込まれているという感触が非常に分かりやすく、このブレーキもともとよく止まるブレーキなんですけれども、感覚的にこう安心感が増したと、そんな気がします。これはミシュランのまあ伝統的なというか大きな特徴ではあるんですけれども、先ほどから何度もお伝えしてきている通り、このハンドリングの軽さ、そしてロードホールディングの良さ、これはですね、パイロットロード3が軽量構造になっている、非常に軽いタイヤであるということが大きく影響していると思います。まあ、現在のスポーツバイク、バネスタ重量っていうのはもうギリギリまで贅肉が削ぎ落とされていると言えると思うんですけれども、そこからさらにバネスタ重量を軽減していくとなると、タイヤが軽いかどうか、これは大きなファクターになってくると思いますので、バネスタ重量を少しでも軽くしたいと考えているような方がいれば、パイロットロード3、試してみる価値はあるかな、そんな気がします。ナチュラルなハンドリング、そして履いたその日から、まるで履き慣れたタイヤのように馴染むことができる特性、車体をバンクさせた時の頼もしいグリップと、そしてさらに多数刻まれた多くのサイプがもたらす良好なウエット性能があるということで、スポーツツーリングタイヤとしては実に頼もしい性能だなと、そういう気がします。